皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか。2024年8月13日、ビルボードチャートの最新ニュースで、BTS 自民ジ,ジョングクの輝かしい業績が明らかになり、世界の音楽業界での彼らの優位性が再確認されました。この二人のアーティストは、BTS のメンバーとしてだけでなく、 非常に影響力のある K-POP ソロアーティストとしても人気を博しています。この物語では、ビルボードでの彼らの名跡、ソロアルバムの旅、そして音楽界で驚異的な記録を打ち立て続けている方法について詳しく説明します。BTS のメンバーの一人として、そのボーカル能力と信じられないほどの魅力で最もよく知られているジョングクは、ビルボードでもう一つの重要なマイルストーンを達成しました。 昨年リリースされた彼のソロシングル7は、現在ビルボードグローバル200で72位にランクされていますが、世界中のファンによって最も検索され、ストリーミングされている曲の一つです。ジョングクのソロシングルでもある、スタンディングネクストトゥーユーは、ビルボードグローバル200で42位と135位にランクインしています。これらの成果はジョングクが7位に比べてわずかに低い位置にあるにもかかわらず、 魅惑的な音楽でファンの注目を集め続けていることを示しています。さらに、BTS ゴールデンジョングクアルバムは Spotify でも目覚ましい成果を上げました。2024年8月2日から8月8日まで、アルバムは週間トップアルバムグローバルチャートで25位にランクインしました。昨年11月にリリースされたアルバムは、40週間連続でチャートのトップ20に止まり、 驚くべき回復力を示しし続けましたこれは、アルバムが世界中で着実かつ一貫して人気を博していることを示す印象的な成果です。ジョングクは、このマイルストーンを達成した最初のアジアのソロアーティストとなり、音楽業界でマイルストーンをマークしました。ゴールデンアルバムは、アジアのソロアルバムとして初めて40億回以上のストリームを記録しました。 この業績はジョングクが現在世界で最も成功しているソロアーティストの一人であるという地位を裏付けるものです。同時期に、セブンは Spotify の週刊トップソンググローバルで53位にランクインし、スタンディングネクストトゥーユーは111位にランクインしました。これらの曲はそれぞれ、チャートで56周目と39周目に入りました。これは、 世界最大のストリーミングプラットフォームでのこれらのシングルの持続性と一貫した人気を示しています。一方、自民の2枚目のソロアルバムミューズは、ビルボード200チャートで印象的な位置を獲得しました。2024年8月13日、アルバムは32位にランクインしました。ビルボード200は米国で最も権威のあるアルバムチャートの一つであることを考えると、 これは信じられないほどの偉業です。ニューズアルバムは自民の音楽的成熟を示し、才能あるソロアーティストとしての彼の地位をさらに強化します。アルバムだけでなく、自民のリードシングル HU も大きな注目を集めました。同日、空はビルボードホット100で24位にランクインした。ビルボードホット100は米国で最も権威のあるシングルチャートであり、 この成績は特に意味深く、この曲が世界中の音楽リスナーにどれほど人気があるのかを示しており、特にホット100チャートで3週連続1位にランクインしたことは、この曲の一貫した強い魅力を証明している。また、ミューズのアルバムは、詳細チャートでも目覚ましい成績を収めた。アルバムは、 ワールドアルバムチャートでフィジカルとデジタルアルバムの売り上げを測るトップアルバム売り上げで14位にランクインした。ミューズはなんとか2位にランクインし、米国だけでなく世界中で自民の人気を証明した。ビルボードのグローバルチャートでも目立ったシングルフーは2位にランクインした。チャートは世界中の人気曲のグローバルパフォーマンスを測るものであり、これは素晴らしい成果である。さらに、フーは、 様々なストリーミングと販売プラットフォームのデータを組み合わせたビルボードグローバル200でも5位にランクインした。ジミンとジョングクの個人的な成果に加えて、グループとしての BTS も目覚ましい成果を上げ続けている。2017年にリリースされた曲、スプリングデーは、最近、韓国最大の音楽ストリーミングプラットフォームの一つであるメロンで10億ストリームを達成したタイトルトラックとなり、 マイルストーンを達成したこれは、この曲の永続的な人気と音楽業界における BTS の影響力を強く証明するものです。また最近、フィリピンのファンはジョングクの BTS 誕生日を前に大きな熱狂と興奮を示しました。フィリピンの BTS ファンベースであるゴールデン・アライアンス・フィリピンと JK デイリーとして知られるジョングクは、 お祭り気分だけでなく意味のある一連のお祝いを計画しています。お祝いはジョングクが兵役中であっても、ファンのアイドルへの献身と愛を真に反映したものになるでしょう。9月1日、ジョングクファンのための特別な日には、戦略的な場所に8つの電子看板が設置され、フィリピンを飾ります。これらの場所には、マンダラ4、アンティポロ、ネグロス、オリエンタル、ダレクナガセブ、 ロビンソン・ギャラリア、デパートが含まれます。各看板には、カラフルな誕生日メッセージ、クールな写真、ファンからのサポートと愛を表現する短いビデオが掲載されます。これらの看板は、看板だけでなく、人々の注目を集めジョングクに華やかで華やかな方法で敬意を表すように設計されています。お祝いは、 フィリピンの首都マニラにある最大のショッピングセンターの一つであるモール・オブ・アジアでも最高潮に達します。ここでは、市内各地からの訪問者を引きつけるように設計された誕生日を祝いイベントなど、様々な特別なアクティビティが開催されます。モール・オブ・アジアは、印象的な装飾とジョングクを称える様々なイベントで、お祝い全体の中心になります。 このイベントはジョングクの誕生日を祝うだけでなく、ファンとアイドルの絆を強めることも期待されています。ゴールデン・アライアンス・フィリピンと JK ・デイリーは、誕生日を祝うだけでなく、意味のある社会プロジェクトでジョングクの肯定的な影響を広めたいと考えています。彼らはフィリピンの非営利団体であるヒロ財団と提携し、ミンダナオで亡くなった兵士の家族に支援を提供しています。 このプロジェクトには、これらの家族の子供たちに学用品を寄付することが含まれていました。これは、与えることと分かち合うことの精神がお祝いだけでなく、コミュニティに利益をもたらす具体的な行動にも現れていることを示しています。昨年のお祝いも、同様に素晴らしいものでした。昨年9月1日、ゴールデンアライアンスフィリピンのファンは、 韓国で最も長いパノラマアート壁画を作成し、国際的な注目を集めることができました。壁画は長さ約2.5メートル、幅60メートルで、フィリピンのアンティポロビラサンパゲタレストランの外壁に設置されました。この壁画は単なる芸術作品ではなく、ジョングクを祝うファンの献身と創造性の象徴でもあります。壁画の他に、ゴールデンアライアンスフィリピンは、 リーダー・オブライトと呼ばれる新しいエネルギーグループとも協力しました。リーダー・オブライトは太陽光発電を使用して手頃な価格ではない地域に照明を提供する組織です。このコラボレーションでは彼らはジョングクの BTS イメージのアートワークを作成しました。これはトリビュートとしてだけでなく再生可能エネルギーの重要性についての意識を高めるツールとしても機能します。 マニラのバランカエリアでジョングクの BTS 広告を放送する LED ビルボードは、このプロジェクトのハイライトの一つになります。フィリピンでのジョングクの BTS 誕生日のお祝いは、ファンが様々な創造的で意味のある方法でサポートと愛情を示すことができる素晴らしい例です。様々な場所に広がる電子看板から、モール・オブ・アジアでのお祝いイベント、コミュニティに良い影響を与えた社会プロジェクトまで、 これらすべての要素はジョングクがファンの心にどれほど影響を与えたかを示しています。皆さん、今日のビデオはこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。